まあ、初めてやるルールやったんですけど、このタイミングでブレイクかとか、やっぱちょっと総合とは全然違うかったなっていうのがあって、なんかちょっと違う、いつもの試合とは違う感じでしたね。対戦相手の印象はいかがでしたか？いや、しっかり練習してきてた感じがあって、まあ、聞いたらやっぱもう2ブレーンしっかり やり込んでたっていうのが言うてるだけあって、初っ端はちょっと、テイクダウン行った時のその切り方とかがしっかりできとったんで、ああちゃんと練習してんなっていうのはありましたね。ちょっと打撃に付き合ったのかなっていう印象を得たんですけど、ご自分ではどうでした？まあそうですね、なんかいつもどっちかだったら僕は総合の試合でもテイクダウン行く方じゃなくてストライカーなんで、そういう試合をすることが多いんですけど、今回なんか、やっぱりどうしてもその向こうは、キックボクサーで、僕は総合格闘家で、このルールだからこっち側がテイクダウンを行かなければいけない、じゃないと盛り上がらないって頭の中ずっとそういうのがあったんですよ。でまあ仕掛けたりとかしてて、でも実際まあ本音であれですけど、僕試合でほとんど自分からテイクダウン行くことあんまないんですよね、今までの試合とかでも。でそこ結構なんかむずくて、で実際切られてどうしようかなみたいな感じの時に、まあ僕のパンチが 2,3 個パンパンって当たって、あれこれやっぱ打撃でもいけんじゃないかなって、そのなんて言ったらいいかな、考えてたプランと全くこう別のプランが出てきちゃって、あれ俺これジャブも当たってるな、あれ普通に当たんじゃん、見えてないよなみたいな感じを試合中思ってしまったんですよ。でもまあやっぱり組んでこう、なんか大会が期待してるのってやっぱ組んでなんかこう過激なルールっていうのをやっぱりやらないといけないっていうのも頭の中にあって、で組みに行ったんですけど、ブレイクもめちゃくちゃ早いから、あこれどうしたら盛り上がるのかなとか、あブレイクめちゃくちゃ早いなとか、試合中にすごい頭の中考えながら、でもまあパンチ当たってるし、まあ、パンチとりあえず行こうかってふと行ったところ左フックもらってって感じですね。なんかもうちょっとこうプラン通り、その自分は総合格闘家なんでしっかりこうテイクダウンをずっと行き続けるみたいなプランをちゃんとやってってもよかったのかな、中途半端になってしまうんです。だから言うたら、だからやっぱり気持ちの中でふわっとしてたというか、そんな感じの中での試合であんだけのブレイクの速さで、どうしようかなとかいろいろ考えてましたね。そういう中でもらっちゃったって感じです。簡単に言うと、やっぱり初めてのルールは難しかったですね。もうちょっとこう明確な、こう例えば四つ組でも多分僕もろ差ししてたと思うんですよ。あそこから多分振ってバックまでっていう展開をすごい考えてて、そこのやるまでにもうブレイクがかかっちゃったんで、あむっちゃ早いな、そこの部分でもうちょっとこう、ね、ルールをすり合わせていって聞いてたらよかったのかなっていうのはありましたね。難しかったです。またこのルールにチャレンジしてみたいと思いますか？とかリベンジしたいと思いますか？いやーリベンジっていうか、まあ、今回はその、まあ、受けたのは、ルールはふわっとしたまま受けたんですけど、自分にとって自分は何ですかね、試合でテイクダウンを使うことはあんまりない、選手にオファーが来てでその練習も兼ねて、そういう練習を増やしてできるなって自分にプラスになると思ったんで、受けたんですけど、やっぱり総合格闘家なんで総合の試合をやりたいなっていうのが一番ですね、はい、だから次はちょっと違う総合格闘家に声かけてあげた方がいいんじゃないですか。はい、はい、
ノックアウトは初参戦やったんですけど、すごい気持ちのいい舞台で、楽しかったです。はい、僕は総格闘家なんで、次は総格闘技でしっかり結果残していきたいと思います。ありがとうございました。